おはようございます。速稼塾の久保です。今日は6月15日、5時39分の相場解説となります。いや、気持ちよく50ピープス前後を取れた方ばかりだと思います。報告もいただきましたんでね、本当おめでとうございます。よくね、ずっとなんかやきもきしてる私の動画を見てくださいました。でもね、やっぱりこういう風に停滞してる後には必ず大きなブレイクが来るっていうのは今回もそうだったでしょ。で、その前に私はバイの方向に行くってことをやっぱり言えたのは良かったなと。そして今回はエントリーポイントも明確にお伝えできましたんでね、109円の575あたりでバイでエントリーした方が多かったんじゃないかなと思います。その辺のことについてちょっとお話していきますね。じゃあ画面を切り替えますので、こちらの方をどうぞ。まずはデイリーからですけども、お話しているようにね、ずっと前からお話してたようにこのパターンが来たでしょ。こういう風にチャンネルラインを引くと、ほら、ここに当たったらやっぱりこう上の方に行ってるじゃないですか。だからまだね、上昇する余地ありますよ。だから下の線に当たると上に行くんですよ。で、上の線に当たると下に行くんですよ。このチャンネルラインが要するにレンジをちょっと斜めにした形、フラッグってやつですよね。こっから入っていってギザギザーとフラッグを作ってるわけですよね。フラッグってのは戦国武将の旗ですよ。こういう風になっていくわけです。この後上に抜けていくのか下に抜けていくのかまだ分かりませんけども、上の線と下の線ね、チャンネルラインに従ってエントリーしていけばいいんじゃないかなと思います。4時間を見ます。はい、この4時間なんですけども、まあ基本的にはここに向かっていくよっていう話した通りですね。ですんでまた上昇する余地があると思います。で、こちらの方なんですけども、ここね、ここら辺をサポートにして上昇しているところがまさにその通りでしょ。あとレジスタンスラインがここですからね、ここに向かっているってことでございます。まあここも突き破って上の方に行ってくれると思いますけどね。で、1時間、私たちがエントリーするのは1時間ですけども、1時間ってのは非常に分かりやすいですね。エントリーし忘れた方とか遅れた方でも、こっからはエントリーできたと思いますよ。ここを超えたらバイで入るっていう風にチャートを見てれば私の声が聞こえてきそうでしょ。で、前回の動画でお話したように移動平均線が上に向かって開いているところ、ね、下ヒゲが大きく出ているところ、下ヒゲ下ヒゲと、まあ、この辺を見ていただければ、まあ、上昇に向かおうだろうという予測はできたかなというところですね。まあ、109円の585ですかね、ここを超えて倍に入るっていうのは、まあ、本当にいい見方だと思いますし、それがまあ当てにならなかった方もね、少なくともこの赤い線、私が間違えて何かの拍子に移動させちゃった線ですけども、109円の785、ここも倍でエントリーするにはいい基準値になったんじゃないかなと思います。はい、なんとか気持ちよく取れましたね。おかげさまでありがとうございます。ということで火曜日、さあ今週はどうなっていくのか。今のところこのね、上昇したところをエグジットするのに努めてください。どこまで引っ張るのかもう皆さんのお力にお任せしますけども、私はね、今この時点110円をクリアした時点でエグジットの流れは大きく起きると思います。やっぱ心理的なもんですよね。切り板でエントリーして上がりますから。で、一旦ちょっとね、下がると思うんですよ。そっからまたボーンと上昇するのかなっていうところだと思いますけども、そこら辺を見ながら今週過ごしていきましょう。それでは、いってらっしゃい。